どうも皆さんこんにちは、エマシです。今回はランスの、使い方っていうか、まあ、戦い方ソロですねといっても、お供がいるんですけれども、お供ありでのソロでのランスの戦い方について、まあ、紹介していこうかなと思います。まだなんだろう、自分も操作が慣れきっていないっていうのと、まあ、まだまだ模索している状態なので、これが正解かどうかはわからないんですけど、基本的には安定はするので、立ち回り的にはね、安定はするので、まあ、紹介していこうかなと思います。でこの立ち回りを意識すれば、まあ、9分台もね全然出るようになったので、まあ、10分切りかな、まあ、できるようになったので、ぜひぜひ皆さんもやってみてください。あと少し気になることがあって、まあ、ちょっと今は紹介しないんですけど、その場面が来たらまた後で紹介します。ちょっと気になってることが結構重要かな、間違ってその説がもし間違ってたら申し訳ないんですけれども、でここ外すと本当当てたいんですけどね。でガロンは外すと、でこの後に、まあ、玉光がどの向きに動くか分かんないから、これが合わせづらいんですよね。実際はこの方向に対してアンカーレージをね合わせたいんですけど、今回は合わせられなかったと。で今の攻撃に関してはアンカーレージもらいたい、もう確実な頭に当てられるから。で怒ってない時は突進して詰めます。ランスはね、あのこんな風に横に歩いてくれたりするので、すぐに近づいてこない時もあるんですよ。だから全然狙えるから、突進狙えるから絶対ではないけど、まあ、とりあえず突進をして詰める、怒ってなかったら。で攻撃されたらガードできるしっていう感じです。でこれはアンカーレージもらって、ちゃんと頭に狙っていきましょう。基本的なランスの戦い方はアンカーレージを、いっぱい当てるっていうのと、この薙払いですね、もういかに当てるか、ダウン以外でいかに当てるか。ダウンの時は、薙払い、突き、薙払い、ステップ、もう一回薙払いぐらいがちょうどいいのかなと思います。今のところはね、あの玉三つねも毎回ダウンの長さが一緒っていうわけではないので、ある程度パターンがあるんですよね。めちゃめちゃ長い時とか、ちょっとそれがまだ自分もね、整理できてないんですけれども、それに合わせてまた、まあ、やり方は変わってくるかなと思います。だからパターンによってはこうやって突進で詰めるパターンもあるので、突進してステップして投げ払いで、また突き投げ払いみたいな形もできると。でその後に、まあ、まだダウン時間が長いのであれば、最後に突進を当ててもいいのかなっていう感じがしますね。でこうやって普通に走って近づいてきた場合は2連噛みつきの可能性がかなり高いので、カウンターもアンカーレージも何もしない方がいいです。ガードしてましょう。アンカーレージしちゃうと判定受けちゃうんですよね、2回目の攻撃当たっちゃうので、体全身に判定があるので気をつけましょう。でこの泡をいっぱい出してくるやつは振り向きを当てられるチャンスなので、積極的に狙いたい。ただし泡状態になりやすいので、そこも気をつける。泡状態になりたくないっていう人はカウンターを2回してやり過ごすのもありだと思います。で泡状態になってるからこれが当たると、これ泡状態になってないと当てられないんですけれども、いやギリギリまで詰めればいいんだろうけど結構難しいんですよね。でここに関しては、まあ、直線ブレス、まあ、覚えてほしいのは直線ブレスをやってきた後は薙払いブレスを確定でやってくるっていうことですね。今回はガロンが止めてくれたんですけれども、まあ、それがあるというふうに覚えてください。かつあの追尾性がかなり高い、追尾っていうかギリギリまで玉見つれば直線ブレス合わせてくるので、タイミングさえつかめてしまえば、ステップで避けるのは簡単です。で非怒り状態なのでこの突進で詰めると。でここ問題のシーン、ですね、まあ、何が言いたいかっていうと、個人的には合わせてるつもりなんですよ、アンカーレージを。でも入力できてない、これもう完全に焦ってますね。なんで入力できてないのみたいな感じのね迷いが発生しますので、これ今あんまりいい立ち回りになってないんですけれども、もしかしたら入力してからの判定がワンフレームかな、ちょっと気持ち遅い気がする。入力してからの判定が、反応っていうか、まあ、これもし間違ってたらマジで申し訳ないんですけれども、ただ自分がね下手くそでまだ、操作に慣れてなくて PC の音失礼しました、ただ純粋に、まあ、慣れてないっていうだけかもしれないから何とも言えないんですけれど、自分はね多分ね入力が若干遅いのかなっていう感じがしますね。でこうやって走られると攻撃当てようがたまにつあっちまで行っちゃうので、もう追いつけないってなったら、まあ、先にガルクに乗ってこの今玉光がいるところまで行ってしびれ罠とかかけるといいと思います。まあ、あとはアンカーレージをどのタイミングで使うかとか、そこら辺の、紹介ができてなかったので、まあ、していきますか。まあ、
ために関しても投げ払いに関してもまあ紹介してないから、でこれに関してはしていい、当てられます。で後ろ下がってからアンカーレイジを使った方が確実に当てられるのでかいんですけど、まあちょっと難しい、まだ慣れてないかな。で、突進して、で一突きかステップした後に投げ払い、一突き投げ払いをやっていくと。で先に一突きしてるので三突きしかできないから、そこだけ気をつけましょう。でこれは絶対にアンカーレイジをもらって頭に入れていく。頭をね下げるというか、クイッてちょっと体をね下に下げるモーションが、まあ今のは本当にもう合わせましたね。もう完全に分かってた。嘘です、全然合わせられてない、あの全く分かってないダメージ蓄積なんてまだ考えられる要因なんてないので、たまたまです、たまたま運が良かった。でアンカーレイジをね、なんでいっぱいやっていくかっていうと、もうそもそもアンカーレイジの倍率が高いっていうのもあるんですけど、まあノリにつなげられるから、これは体をちょっとねすごめた瞬間があるので、まあ、尻尾を叩きつけしてくるからアンカーレイジを必ず合わせましょうと。でこれもう一回ね、わかるかなこの感覚が。でこれともう一つ分かりにくいのもあるんですよ。でこれ後ろに大玉やってきた後は尻尾やってくる可能性が高いので、それに合わせる。あの泡に対してアンカーレイジを使ってしまうと、今の尻尾当てられちゃったり大技が当たっちゃったりするので、後ろ下がったらすぐ使うんじゃなくて一瞬待つ、ちゃんと待つ、動きを待つってのが大事だと。まあ、ここに関しては自分も最初やりミスりまくって、後ろ下がった瞬間にアンカーレイジをやってしまったので食らいまくって、食らいまくってたって感じですかね。でこれが分かりづらい、この違いが分からない。尻尾を叩きつけしてくるときと左右に展開して泡を出してくるモーションがまあ似てること似てること、一応違いはあるっちゃあるんですよ。玉三つねの頭の下げ方がちょっと違うんですよね。尻尾を叩きつけてくるときは、まあ、かなり頭を下げてくるんですけど、まあ、でこれをジグザグにちょっと蛇行したが突進してくる後のいろいろパターンがあります。必殺つなげてきたり、もう一回ジグザグの突進やってきたりとかあるんですけれども、ブレスを吐いてくるときは直線で、必ずハンターを直線で狙ってくるので、まあ、避けるのは難しいと思うから、まあ、アンカーレイジがもらうのがいいかなと思いますね。でちょっとこれは完全に、変態的な、まあ、新たな境地に目覚めつつあるんですけど、レイジっていうかね、ライズか、ライズのランスはね、これも反、まあ、振り向きからのアンカーレイジしたかったけど間に合わなかった。これはまあ自分のミスかな。で新たなね、今まで主星もらうのってかなり気持ちよかったじゃないですか。でこれ避ける、でその後のやつをもらいたいんだけど、まあガルクがひるましてくれる、まあいいんですけど、まあ、全然話が進まない。でこれはアンカーレイジしちゃダメやばい、話したいことが話せない。でこれはもらっていいけど当てられないから、その後突進で詰めるのはあり。ちょっとこの間口パクパクしてるから突進するまでの時間があると。やばい、終わっちゃうよ、そろそろ終わっちゃう終わっちゃう。しかもそろそろ乗れますこれ。3突き目と振り向き、ここ3突き目をするべきなのか、振り向き、投げ払いか、投げ払いをするべきなのかの見極めができた瞬間がめちゃめちゃ気持ちいい。ここをためやってたら、あこれは当たらなかったから、これは3突きした方がいいなっていうのがあるんですよ。もうすごいね、マニアックっていうか、もう細かすぎてシビアすぎるし、そんな場面とかまあ難しいんですけど、もうその反応っていうか、それを瞬時に対応できた瞬間が、まあアドレナリンが出ること出ること、主星とはまた違ったね気持ちよさがあるので、ここ3突き、いやここ普通の突き、いやここは投げ払いっていう違い、選択、脳の回転、そういった部分でね、楽しんでいただければなと思います。何言ってるか分かんないと思うんですけど、で、ここ乗れるので、乗ったら3回壁ドンするって感じですかね。近くにこうやってすぐに当てられる壁があったとしても、まあなかったとしても3回は当てられるので、1つの壁さえ当たれば、でここ普通に操作ミスです。うん、全然いける。壁1枚あれば、突進っていうか反応して、でここなんですけれども、ここもちょっと見てもらえて、なんで被弾したのかちょっと最初分かんなかったんですけれども、分かりますかね、これガルク狙ってるんですよ。でガルクがなぜか俺の方に向かって逃げるように攻撃してきて、それが玉三つね
が、まあ、狙ってって言ったらいいのかな、まあ、玉光が、まあ、ガルクの行動を先読みしてブレスを当てるから、その、車線上にいた俺に攻撃が当たってしまうっていう、それぐらい玉光のあの直線ブレスはまあ狙いを定めてくるので、ほんとギリギリまで引きつければステップに避けるのは意外と簡単です。っていうわけで、まあ、そんなに早いタイムでもないんですけれども、一応10分切りはできてるっていう立ち回りなので、まあ、10分切りを目指したい方は、まあ今言ったみたいに、まあ細かいところは多分ね、字幕でなんだろう補ってると思うので、まあ、とりあえず、振り向きじゃなくて投げ払いをきちんと当てるっていうところと、あのダウン以外ね、ダウン時以外にも振り向きを積極的に使っていく、アンカーレイジをまあ積極に使っていくって感じかな。アンカーレイジを使うにもどのタイミングで使うかっていうのは大事ですね。確実に当てられるところっていうのも、まあ、ちゃんと見定めて使っていくことが大事かなと思います。まあ、どんだけ、まあ、言おうか、まあ、玉光の行動にならなきゃ始まらないので、まずは玉光がどんな動きをしてくるのかっていうのをね、何回も戦いながら、まあ、慣れていっていければいいかなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。またね。